はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えているわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうチャンネルとなっております。今回ですね、取り上げたニュースは何かっていうと、滝沢ガレスさんがですね、星野源さんの不倫を暴露してですね、まあ、大きな話題になっているわけなんですけども、今回ですね、星野源さんがやってるオールナイトニッポンというですね、ラジオの生放送に、なんと新垣結衣さんが緊急出演したわけなんですね。で、トータルでですね、なんと30分にもわたってですね、生放送の中でトークを繰り広げました。そしてその中でですね、今回の騒動をですね、完全否定し、さらに言うとですね、星野源さん目線、そして新垣結衣さん目線で、今回の騒動について全てを語ってるわけなんですね。今回はそれの詳細だったりとか、そしてですね、果たして2人の意見をどこまで信用できるのかっていうことだったりとか、そしてですね、この2人の行動から見えてきた、あるですね、真実とはということについてね、話していけたらなというふうに思っております。まずなんですけども、いわゆるその星野源さんがですね、林田理沙アナと不倫をしているということをガレスさんが暴露して、で、その件についてですね、星野さんと新垣さんが自身のですね、SNS で今回の件はすでに否定していて、かつですね、アミューズというですね、事務所の方が、いわゆるその星野源さんの件についてですね、いわゆるその、法的措置をですね、するみたいな話をですね、ガレスさんに通告していたというところまでですね、一応、まあ、星野源さんサイドのですね、行動は、起きていたわけなんですね。で、それでもう終わっていくのかなと思ったら、まさかのですね、ダメ押しと言いますか、はい。星野さんのですね、やってるオールナイトニッポンがですね、まあ、毎週火曜日の深夜1時から放送されてるんですけども、そこでですね、なんとですね、緊急生配信という形でですね、なんと、新垣結衣さんがですね、登場したわけなんですね。で、2人がですね、どんなことを語ったのか、じゃあまずはね、話していきたいんですけども、第一声として星野さんがですね、番組の冒頭ですね、先週水曜日の夜に起きたこと、皆さんも知ってると思います。あの日、家で晩ご飯を食べていたその時、食器を洗ってインスタグラムを見たら、自分の最後のポストにコメントが急に増えた。そこにはものすごい数の誹謗中傷がありました。直後にマネージャーから電話があり、そこで把握しました、と語ったんですね。すごいですね。赤裸々に語り出しましたよね。はい。で、こう言います。100%やっていないことで、事実が一つもないことで、日本中から憎悪を向けられた感覚になった。今まで一度もない経験で、本当に恐ろしかったし、妻も含め仕事仲間とか辛い思いをしてるだろうなと思って、本当に悲しかったです、というふうに言うんですね。そしてですね、心配してくれた人たちだったりとか、噂を信じないでいてくれたですね、ファンに向けてですね、感謝を伝えました。はい。そしてですね、そこでですね、ありがたかったねというふうに星野さんが言った瞬間にですね、急にですね、新垣さんの声がそこから入ってくるわけなんですよね。はい。新垣さんもですね、ありがたかったねっていうふうに入ってくるんです。はい。そしたら星野さんがですね、あ、名前言いますかって言ったらですね、新垣さんが、皆さん、こんばんは、新垣結衣です。お邪魔します。今回のことについては本当に驚いて、なんでこんなことが起きているのか、私たちがわからない。そんな中で、私のファンの皆さんも心配してくださった。なかなか発言する場を持っていないので、お邪魔させていただきました、というふうにですね、言って、新垣さんがなんと入ってきたわけなんですね。本当にですね、さあ今から登場です、新垣結衣さんですみたいな感じじゃなくて、話してる最中に急に新垣さんの声がポンって入ってくる形でですね、なんと登場したわけなんですね。はい。で、星野さんがですね、新垣さんに対してですね、ゆいちゃんはっていうね、これすごいですね、ゆいちゃんはっていうですね、まあ、公の場なんですけど、まるで家庭の時に呼んでるね、呼び方で呼ぶというですね、はい。ゆいちゃんは、フリートークで話せる場がないからね、と言ったらですね、新垣さんがですね、源さんが誹謗中傷を受けてるのを見るのが隣で見ていて辛かった。誰の身にも起きてほしくない、というふうに言ったんですね。そして今後もですね、2人で協力して生活をですね、粛々と穏やかに過ごしていきたいというふうに言いました。で、その後ですね、30分間くらい2人でトークして、かつですね、リスナーからですね、メールや質問をですね、生放送ですから募集したんですね。で、そこに来たものに対してですね、新垣さんが、星野さんがしっかり答えると。はい。で、さらにですね、新垣さんが途中ですごい可愛らしいことも言い出したんですね。緊張が溶けてきたけど、鼻水出ちゃったと言ってですね、お茶目に語ってですね、星野さんがお笑い合うみたいな感じでですね、はい。二人で本当に和気あいあいとしたですね、30分間がそこで繰り広げられたっていうね、感じとなってます。はい。っていうのがですね、まあ一応全容になってるんですね。で、さらにですね、ちょっと星野源さんよりもですね、僕はどっちかっていうと、新垣さんの発言がですね、ちょっとかなり赤裸々だったんで、ちょっとね、新垣さんのですね、ちょっとご意見をですね、ちょっともうちょっと話していきたいかなと思います。はい。まずなんですけども、
原垣さん、こんなこと言いました。ネガティブな話題ではなくて、明るい話題で世の中に発信しようとしてくれる方々がいる。すごく嬉しかったと、言うんですね。で、名前を言いますかというふうに言われて、新垣さんですね。それに対して、皆さんこんばんは、新垣結衣ですと。で、私も今回のことには本当に驚いて、私たちもなんでこんなことが起きているのか、私たちが一番わからないというか、そんな中で私のファンの皆さんも心配してくださっていて、なかなか発信する場を持っていないので、今回番組にお邪魔させてもらったんですと。改めて私の口からもお伝えできないかなと思いまして、今回のことで噂されていること、騒がれていることに事実は一つもありません。安心していただきたいなという思いでお邪魔しましたと。で、さらにこう言いますね。私が今回すごく辛かったのは、こういうことが起きてしまったこと自体も辛かったのですが、先ほどゲンさんが言ったみたいな誹謗中傷攻撃を受けて辛い思いをしている、ゲンさんを、隣で見ているのが本当に辛かった。もう二度とこういうことが起きてほしくないと思ったし、こんな、思いになりたくないと思った。誰の身にも起きてほしくないし、それを願っておりますと。私は口数が少ないというか、話す場が少ないので、心配をかけることもあるかと思いますが、大丈夫ですのでと。今後も2人で協力して、これからの生活を穏やかに粛々と過ごしていきたいと思いますので、今回心配してくださった皆さん、本当にありがとうございました。どうぞ安心していただければと思います。本当にこういうことが、ない、もうないな、もうないなと、なく、ないといいなと心から願っておりますと、いう感じですね。こんな感じのことをですね、もうちょっと詳しく言うと言ってたって感じですかね。というのが、今回のですね、30分の基本的なですね、内容といった感じになっております。でですね、じゃあここから何が見えてきたのかっていうね、話なんですけども、いや、これはですね、相当前代未聞ですよね。だと思います。基本的にですね、こういったことの対応っていうのはですね、あくまで事務所側がですね、一言何かメッセージを出して、その後法的施設処置にね、行くのかどうなのかっていうのもありますけども、基本的にはですね、事務所が一言言っておしまいなパターンなんですよね。にもかかわらずですね、なんと、ラジオで生放送の中で共演してですね、完全否定するっていうですね、だから言ってみたら相当ですね、自信がなきゃできないことなんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、さらに言うと、その過去も含めた上で自信があるんだなってちょっと思うんですよ。という何かっていうんですよ。何かっていうと、まず第一にですね、今回の件によっておそらくガレスさんで言ってることは完全にデマということが分かりましたよね。というのも、もしかしてですよ、もしかしてこういうふうにラジオで2人でですね、登場してですね、そして一緒になってですね、生放送の中でですね、それを否定し、でも結局ですよ、実は、いや、やっぱりあなた、あの女子アナと不倫してたんじゃないですかってことが分かったとしたら、こんなダメージってないわけじゃないですか。つまり今回のですよ、方法っていうのは、ある種ものすごくリスキーな方法なわけなんですよね。この方法を取れば、よっぽどのことがない限り、世間は星野さん夫妻のことを信じるけども、でももしかしてですよ、もしかして何かね、その星野さんが不倫をしているという証拠が出てきてしまったら、もうおしまいだよっていう戦法なわけじゃないですか。つまり、ハイリスク、ハイリターン戦法をですね、まさに取ってきたわけなんですよね。で、そこでですね、こういった戦法を取ってくるっていうのは、やはりですね、相当な自信があるのではないかなって思いますね。で、今思えばなんですけど、同じようなことをしてですね、ハイリスクの方になってしまったのが誰かっていうと、ベッキーさんだと僕は思うんですよ。皆さん覚えてますかね。ベッキーさんって文春さんにですね、ゲスの極み乙女っていうね、バンドのですね、ボーカルの方とですね、不倫が報じられちゃいましたよね。で、ベッキーさんはですね、すぐさまですね、会見を開いたんですよね。で、そこでですね、その記者の人たちをお前にですね、そんなことが 100% ありませんというふうに完全に否定しました。だから、あれの時もですね、結構ね、行動としては相当早かったと思うんですよ。なんですけども、そのベッキーさんがそれを主張した次の週くらいに、すぐさまですね、文春さんがですね、いわゆる、その、ボーカルの方とですね、ベッキーさんの方がですね、あの会見の後にですね、イチャイチャね、バレなくてよかったじゃないですけどね。むしろ今回の件によって愛が深まったじゃないですけどね。そういうふうにですね、二人がその不倫をしていた件のですね、明確な証拠ラインをですね、なんと提出してきたわけなんですよね。で、その結果どうなったかっていうと、ベッキーさんはですね、わざわざ記者会見で嘘を言ったと。嘘を言うために記者会見を開いて、世間を騙そうとしたっていうですね、レッテルが事実か、がですね、そこで浮かび上がってしまったわけなんですよね。で、その結果、ベッキーさんは大炎上してしまったわけなんですよ。つまり、その人のことをですね、騙そうとしている様がですね、もろにですね、映されてしまったわけですからね。そういった行動や感情が。そしてその結果、ベッキーさんはもう1年以上ですね、芸能界から姿を消すという形になりました。まさにですね、ハイリスク、ハイリターンの部分の、ハイリスクの部分をですね、もろに受けてしまったわけですよね。だから、今回の星野さんの件も、ある種ですね、ベッキーさんとやってることって一緒なんですよね。
なんですけども、まあ、今回はですね、相当やっぱ自信があるのかなと。はい。まさにそのハイリスク、ハイリターンの、ハイリターンの部分だけですね、もろに取りに行ったっていう感じが僕としてはしますよね。だからやっぱりよっぽど今回の件についてはですね、星野さんとしてもどんだけ探られても何もないという自信があるのではないかなと思います。で、さらに言うとですね、過去に関してもかなり自信があるのかなって思うんですよね。まあ、それこそ皆さんね、今回の配信で言いますか、生放送っていうのは、じゃあ仮にですよ、仮にその女子アナの林田理さんなど、星野さんが何もなかったとしましょう。まあ、しかしながら、例えば、その結婚生活を振り返ってた時に、過去に星野さんが別の女性とですね、何かしらあったとか、いうことがバレたとしても、今回の件っていうのはまさにハイリスク、ハイリターンでいう部分の、ハイリスクの部分が一気にですね、来るわけですよね。今回は本当に二人のほっこりとしたですね、話でですね、世間の人からすると、いや、やっぱり星野源さん夫妻って、すごいな、温かいな、やっぱりあれってデマなんだ、っていうふうに、まあ、よっぽどのことがない限り世間で信じたと思うんですよ。まあ、だからこそですよ。だからこそ、たとえそれが過去のことであろうとですね、星野さんの女性に対する不自然な行動とかがもしもバレたりとかしたら、すべてがですよ、すべてがひっくり返って、とんでもないさらに誹謗中傷になるわけなんですよ。ひっくり返る。まあ何でもそうだと思うんですけども、イメージのいい人が悪いことした時の方が世間では叩きますし、やはりその悪い感情と言いますか、見ていて嫌な気持ちになったりとかしますからね。はい。まあだからそう考えるとですね、その過去の部分も含めて、現在もそうだし、過去の部分も全部含めて、星野さんからするとですね、どんだけ探られてもですね、痛い腹はないぞというような明確な思いがあるのではないかなというふうに思いますね。はい。で、そしてですね、ここまでやられてしまうと、滝沢カレッさんって本当に立つ瀬がないよなというのは、思いますよね。はい。ここまでのことをやれてしまうとですね、だって言ってみたら完全にね、これでガレスさんのことを信用する人っていなくなってしまうし、これから先のですね、ガレスさんのツイートに関してもですね、かなりですね、まあ、信用度、信頼度は下がってしまうのではないかなっていうふうに思います。で、その上で多分ですね、アミューズさんはですね、星野源さんのことを明確に法的措置はしてくると思いますね。はい。まあ、取れて数百万くらいだと思うんですけども、でもアミューズからするとですね、まあ、今回の件が出た瞬間に深夜にもかかわらずすぐに声明文を発表したり、そして星野さん、源さん夫妻のですね、こういったですね、直接的な行動を見る限りですね、まあ、数百万しか取れないかもしれませんけども、まあ、完全にですね、法的措置は取っていくのかなというふうに思います。はい。で、あとですね、僕思うのが、ここまでのことをされてしまうと、ガレスさんにですね、一つ不幸な未来が待ってると思いました。それは何かっていうとですね、まあ、いわゆるその広告案件がなくなってしまうということですね。はい。広告案件。ガレスさんといえばですね、自身の X でですね、広告案件めちゃくちゃやってるんですよ。まあ、多分ですけど、一月にですね、10件程度では済まないくらいのレベルの広告案件になってるわけなんですよね。ここ1、2年くらいで、ガレスさんのですね、X のですね、広告案件が本当に増えました。まあ、ただですよ。ただなんですけども、まあ、ぶっちゃけですね、あまり質のいい広告案件ではないわけ、企業案件ではないわけなんですよね。というのは何かっていうと、やっぱりこういうゴシップ系のですね、アカウントっていうだけあってですね、あんまりまともな企業がですね、企業案件頼まないんですよ。まあ、当たり前ですよね。だってそれを頼んでしまうと、その企業自体のイメージが悪くなったりもしてしまいますもんね。まあ、だから主にですね、そのガレスさんのですね、X について広告案件、企業案件って何かっていうと、主にですね、エロ系が多いですね。エロ系。はい。いわゆる、その AV とかをですね、配信しているサイトの方から、ね、ガレスさんのこの X をね、経由してですね、何かに登録すると AV がですね、これだけ安く見れますよ、だったりとか、あとはアダルトグッズですね。はい。つまり男女の営みの時に使うような、いろんなあれやこれやみたいなグッズありますよね。あれが安く買えますよ、とかですね。あとはエロ本ですね。エロ本。まあ、同人誌と言いますか、そういうのもですね、はい。まあ、つまり、このエロ系みたいなものがですね、やっぱ非常に多いと言いますか、はい。まあ、もちろんね、やってる会社自体はまともなちゃんとしたところなんですけど、まあ、とはいえ、やっぱりですね、エロ系のものくらいしか広告がやっぱりつかないわけなんですよね。まあ、つまり、そういった人たちもですよ、そういった人たちでさえ、今回の件によって、もしかしたら離れていってしまうんじゃないかなっていうふうに僕としては思います。で、ガレスさんからするとですね、X のですね、収益の大部分がですね、広告案件によってですね、出来上がっていたので、それがですね、いなくなってしまうっていうのは、相当ですね、僕としては辛いんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、つまり、本来だったら、そのガレスさんにですね、広告案件をですね、お願いする企業っていうのは、ほぼほぼいなかったんです。なんですけども、その中でもですね、まあ、いわゆるこう、下品寄りといいますか、そういった会社だけがですね、唯一ガレスさんに広告案件をお願いしていたんですね。まあ、しかしながら、そういった連中さえもですね、今回の件で離れてしまう可能性っていうのは、僕としては相当高いのではないかなっていうふうに、思いました。というわけでですね、今回はこれで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。